も目露、今年の漢字は絆だぜカラッと、激動の一年から希望の来年へ。人気4人組アイドル桃色クローバー Z が25日、埼玉スーパーアリーナで冬の恒例ライブ、桃色クリスマスを開催した。ダイヤモンド、フィルハーモニーと、題しいつものバンドに24人のストリングスを加えた桃黒楽団が特別編成されライブ前にはイメージカラーの黄色がトラカラーだからとの理由で玉井詩織23が本誌の取材に応じた。玉井は新体制で駆け抜けた結成10周年イヤーを漢字一文字で、絆、と表現。より強く、太くなった4人のハーモニーで19,203人を沸かせた。楽団をバックにももクロサンタが成長した姿を届けた。冒頭がクラシック風にアレンジされた、行くぜ。怪盗少女、などクリスマス仕様の楽曲と、ド派手にぶち上げる、走れ。などを混在させた23曲で、役に万人のモノノフ、ファンの愛称、を魅了。4色のサイリウムが輝く会場に、鷹匠レニ、25、は、後悔しないクリスマスにしてやりますよ、と叫んだ。結成10周年。初期には歌が苦手でレコーディングの度に泣いていた。今や生バンドに弦楽器まで加わり、オーケストラのような大人なステージに玉井はずっと高校生だと思われていた私たちが大人っぽさを求められるようになったのは、ちょっとは成長したなって思います、と照れ笑いした。